ラウンドタイプのブーケの出来上がり。で今度はこの下側の処理、ここもまあ通常コットンティッシュ保水をちゃんとして、で同じペーパーで巻けばいいっていうのもあるんですけど、せっかくこうやって丸にこだわったので、丸く、まあ一応2枚初めの下準備ですけど、同じことを2枚やるので同時に重ねてやっちゃいますね。まず2つ四つ折り、丸にこだわったのでカーネーションも丸、刃物も丸、あの円形ということで側にも丸、じゃあ丸くしよう。ここでクレープ状、かわいくないですか。これをまたちょっとこうやって2枚、このね、これだけだとね、この大きさだとここに花束を入れてここに包むだけだとね、全部ステムで隠れちゃって何も意味ないんですよ。だからちっちゃいんですよね、要するに。ちっちゃいんだったらどうしたらいいかっていうと、まあこの輪郭が出ればかわいいので、あえてこうやってずらして、ずらして、ちょっと見えづらいかもしれないけども、この外側の縁がこの丸、ギザギザの丸が出てくると、わかりますかね、ちょっと花びらの中からこのブーケが出てきたみたいな雰囲気に、まあ、僕は強引にそう言って思ってるけど、かわいい感じ。まあここは輪ゴムでも止めて、よいしょ。あとね、リボン。でもね、リボン、リボン、リボン。あら、リボンないわ。もうこういうまた安いペーパーで十分です。これで、で輪ゴムが見えないように、包んであげる。で、蝶々結びをして、OK。これで OK です。これで、ちょっとのお花でできる蛇腹のボリュームブーケの出来上がり。長塚さんどうです。長塚さんどこだ。長塚さん。はい。はい。ああ、来た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 。熱だでしょ。熱だでしょ。ねえ、熱だった。熱で。風邪気味だなって。百万回。ありがとうございます。どうもありがとうございます。あ、こんな素敵な武器はいつの間に。そう。え？
素敵な風景がいつの間に。あ、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。これあなたは分かったの、本当に久しぶりっていうか初めてぐらい予算もらったことない。じゃあ今度5000チャンネル登録5000人にあと500人だから、うん、行った時にあなたを作りましょうか。な、長いな。あっという間か、どっちか。あっという間だ。じゃあその時に期待して。はい、すいません、ありがとうございました。でもね、もしかしたらね、この辺どっかにちょっとね、珍獣が現れるかもしれない。珍獣？珍獣現れるかもしれない。なんか珍獣現れるって言って出なかったんですよね。そういえば言いなかったね。言いなかったけど、僕、見てなかったらよかったけど。まあ、まだその時はその時で、うん、はい、とりあえずおめでとうございます。ありがとうございました。今日はこんな素敵なブーケをレデちゃんからいただいちゃいました。これ、作り方ちゃんと、あれさ、ったこれ見れば長月さんもあの風が治ったら多分できるよ。ああ、じゃあ僕もこれをしっかり作ってみたいと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。万全の体調の時に。はい、はい、すいません。どうもありがとうございました。ありがとうございました。